千葉やまさ4月23日から2005年2月8日は日本の海軍軍人、戦士作家。最終階級は海軍中佐。台湾で台湾総督府管理である父、千葉や聖二郎の長男として生まれる。千葉武彦海軍大佐は弟。台北一中を経て1930年11月、海軍兵学校を卒業。 赤字は113名中8番。同期生に、江草隆重、村田重春、関守らがいる。遠洋公会から帰国後は、夕張、長月の陸みを経て、練習艦隊所属の浅間通信士となり、少位候補生の指導に当たる。その後、第二艦隊機関、町会の艦板士官、浅風法術長を経て、1936年12月、 海軍砲術学校高等科学生を拝命。しかし、六甲橋事件の発生に伴い繰り上げ卒業する。第二連合航空隊司令部府となり、防空を担当した。絹分隊長、朝雲義総員の後、1938年6月、砲術学校専攻科学生となり対空射撃を、専攻。卒業後、戦艦不相及び従順洋艦菊間分隊長。 ついで連合艦隊機関である戦艦長門の広角法及び機重分隊長に着任する。千早によれば航空機に対する防空の難しさに衝撃を受け艦隊の防空に関する研究を発表して海軍省の年度最優秀作品に選ばれたが軍国費として配布されたのはミッドウェイ海戦の後であったという。1941年9月サセボチンジュ夫婦となる。これは 建造中の戦艦武蔵の偽装員として配置されたものだった。千葉屋によれば、この時複方の防御に欠陥があることを発見したが、この問題は根本的には解決されずに終わったという。12月、太平洋戦争が開戦。1942年10月10日、第11戦隊参謀となる。戦艦飛衛に乗り組みし、第3次ソロモン海戦に参加して負傷する。 内地に帰還し、治療後、1943年7月に海軍大学高校講師学生を拝命したが、選挙区の悪化により、通常2年の過程が8ヶ月で切り上げられ、卒業、最後の講師学生の一人となった。卒業後は、第4、南図い艦隊作戦参謀に着任。1945年2月、連合艦隊作戦をつ参謀に着任した。4月、 海軍総体参謀を兼任する。1945年8月、ポツダム宣言の受諾を受け、千早も敗戦の責任を取るため自決を考えていたという。だが、小沢寺三郎中将の自決を許さない。俺も自決しないとの言葉で思いとどまったという。その後、人事局局員となった。後、海軍省史実調査部に転任する。千早によれば、 ポツダム新旧が、召喚に及ぶことにことを唱えての転任だったという。GHQ 選手室調査員となり、選手研究者、ゴードン・ウィリアム・プランゲに協力して関係者の聴取、資料の収集にあたり、うがきまといの戦時にしし、戦争録の英訳も行う。公職追放を経て、追放解除後の1951年、東京ニュース通信社に入社し、常務取締役を経て、 同社の顧問を務めた。千はやはまた、戦後は戦士に関する著作活動を多く行った。千はやの最初の短調は、淡丸事件の他に、マリアナ海戦、カンリンマル公会他戦記著作全8編である。カンリンマル公会では、ジョン・ブルックの公開日誌をもとに、それまでの勝海舟及び日本人上院が成し遂げたとする太平洋横断に、 アメリカ人上院の助力があったことを初めて明らかにした。1960年代に東京12チャンネル制作のドキュメント番組、私の昭和史、海峡に消えた緑十字線に、下田貫太郎、福留修と出演している。高松の宮日記の編纂を行っていた大井厚氏の死後、千早も、その編纂に携わった。海軍をつ事件で、 行方が曖昧になっていた Z 作戦関係書類がアメリカ軍に押収されていたこと、また第2艦隊の沖縄突入作戦が片道燃料ではなかったことを調査して出版するなど、戦後は日本海軍に批判的な評価も行っている千早で、あるが、調べれば調べるほどダメな海軍ではあるが、入隊時の憧れた海軍を忘れることができずにいる自分も今でも、 海軍士官であると思っていると語っている。ありがとうございます。